デートに行くなら競馬でしょ。土日は競馬場へゴー。に対するみんなの反応集。スポーツ観戦デートに連れて行くなら、競馬、が一番いいことが判明。ルールが世界一簡単、時間が短いのでだれる心配がない。周りの歓声がすごく盛り上がれる。多少のお金、数千円程度、をかけていればその馬のことを何も知らなくてもひいきが簡単に作れる。勝ったら大喜び、負けてもまあまあまあで済む。すごすぎやろ。野球やろ。長いしルールよくわからんよね。お馬ちゃんかわいい。ってなってくれるかもしれんしな。競馬場って今はデートスポットになっとるらしいな。マジか？今度彼女と行っていいか？やだよ、汚ねえおっさんいるかもしれんし。理想。現実。こっちの方が居心地いいやろ。オグリブームの頃はマジで本当に一枚目みたいな感じだった。子供連れてくのもええぞ、めっちゃ思い出になる。確かにええな、子供でも楽しめるな。船でもよくない？競輪やボートじゃいかんのか？競馬の方が歓声大きいやろ、知らんけど。ナオミンと。ワイが守ったるから安心せい。競輪のがええやろ、吸い取るし。満員でええやろ、盛り上がりたい。本笠松競馬連れてったろ。パドックが臭い、おっさんも臭い。フィギュアスケートがいいと思うぞ、女って大体フィギュアスケート好きだからな。逆に野球とかサッカーみたいな競技にはあまり関心がない。採点基準用わからにゃん。でも横でおっさんが福永、伸びろ、とかわけわかんないこと叫んでるんやろ。盛り上がってていいことや。レース感が長すぎて間が持たんやろ。待ち時間が長い方が燃えるんやで、ディズニーランド理論や。知らねえけど。馬かわいいしな。芝生でお弁当持って行ってお馬さん見ながらピクニックしたいわ。競馬全く知らなかった子が2回目には待ち合わせの喫茶店で、競馬新聞広げて予想してたのは引いたわ。競馬新聞に寝っ転がってるおっさん見せてどうするんや。ボートの方がいいわ。あれ最後に大楽天がないよね。ワイは中の芝生に入れる日に子供と弁当持っていくな。これは間違いなく野球やろ、球場で飲む酒はうまいって聞くし。楽しいけど飲みすぎると球場の勾配で怪我しかねないから怖い。大体の球場は飯もうまいからそっちメインやな。競艇の方が喜ばれるやろ、ソースはワイの嫁。昔妹に3000円渡して好きにやらせたらめちゃくちゃ楽しんでたぞ。初めてなのに叫んでた。相撲の方が楽しそうじゃない？末席ならめっちゃ楽しい。府中綺麗です、飯うまいです、広くて開放感あります。入場券も安いしね。ウィンズ行ったら振られたんやが。ウィンズはそら無理やろ。メインレースのパドックは馬がおしゃれしとるから結構喜ぶで。実際のところ中央は家族連れも多いしな。中継見てても結構女性や子供の声入ってるしな。メイケイエールの熱心なファンは女な人が多いわ。メイケイエールの出るレースやと、エールちゃん、エールちゃんって女の人の声がゴール前でよう聞こえる。ほんのちょっとだけなるほどと思ってしまった。女性の方がグッズとかに対する金払いもいいから、そういう層が増えるのは JRA もまんざらでもないやろな。ダーフィーショップの内装もファミリーや女性向けやしな。デートって言うと春だし淡い色のワンピースを連れてく想像しがちだけど、そんなこともないか。茶髪でアイメイクが力強い30過ぎたパンツスタイルの人とか連れてくならすごく合うかも。初めてできた彼女とは何回か競馬場に行ったな。彼女がハープスターとか和田のファンになって競馬にハマっていった。別れた後も競馬場通ってたみたいで、そこで知り合った人と結婚したわ。俺はその彼女と別れて以来恋人いないままだけど。興味なくても楽しもうとしてくれる子かはわかるからええと思うで。彼女が1点買いした3連単当てて嫉妬にする羽目になるからやめた方がええぞ。去年のビクトリアマイルでの実話や。同じ公営ギャンブルでも競輪や競艇よりは動物が要素として乗るし、レース展開もある程度単純すぎず、それでいてわかりやすい、説明しやすい、から、知り合いを連れて行きやすいとは思う。競輪はラインの駆け引きの説明が面倒くさい。ボートは1周目第1ターンマークで決まりがち。3着は割と最後までわからんが、からなぁ。何も知らなくても馬だと違いがわかるから楽しみやすい感じあるわな。家族連れとかは内側にいるな、ヒーローショーとかやってる。大学生の頃、競馬好きの女の先輩に、ゴールドシップ絶対活用を、とか言われ、男友達からは、ウィンバリアシオンがオルフェーブルについに勝つのがここや、とか言われた2013有馬。それ以来自称競馬上級者は信じないようになった。金をかければひいきを簡単に作れる。そもそも相手のひいきを応援するなら金かける必要ある？ゴールドシップのウィナーズサークル撮った動画なんて女性の声ばっかでびっくりする。100円でかけたら、お遊び、と思われるからええよ。間違ってもかけすぎないように、惹かれて失敗するのは目に見えてる。そもそも間が持たないって言ってる時点で脈なし。
とにかく自我は封印して話を聞いてそこから、相手の話を広げろ。それで相手がつまらなそうならそれこそ脈なしで諦めろ。カップルだらけで外れ馬券投げつけたくなるわ。競馬場によるよ府中と大井はいいけど中山は汚いしおっさんしかいない。野球はマジで長すぎるわ。 WBC で興味持った知り合いの6割は脱落した。時代は変わったな。かつては見たくなくても野球を押し付けられてうんざりだったから。今日の重賞マジでわからんかったわ。川田の馬はともかくドルチェモアまで沈むとは。メシアも多いから最悪そっちで気を引くこともできる。 WBC で初めて興味を持つという状況が生まれなかったもんな。デートで競馬行って楽しめるほどの仲なら一生の相手になるやろね。そんな彼女さんを見つけたら大事にしてあげてほしい。本当に最低限でもいいから知識持ってた方がいいぞ。何も知識ない状態で競馬場行ってもわけわからなさすぎてくっそつまらんし。競馬で喜ぶ低層と付き合ってもな。遊ぶならそういう連中でもいいが、やはり付き合ったり結婚するなら知的な方がいい。頭いい方が競馬にはまりやすいって研究結果あったはずやで。今日、福島行ったら家族連れが多かったわ。あと女か猫がやたらといた。大井は行きやすいよ。男女のリーマンと女性の団体とカップルが結構多いからメインの前なら簡単に間近まで行ってレースも見れるし。大井はイルミネーションもやってるから完璧や。お金も増えるお馬さん、かわいい。野球選手、かわいくない。競馬の圧勝や。ワイも子供府中に連れて行きたいんやけど田舎民やからきついわ。高知なら現実的やけどさすがにあそこに子供連れはな。ワイは浦和競馬場にも連れて行ってたから平気平気。ギャンブル中毒者やと思われてまうやろ。カップルできて女が写真撮ってる横で競馬新聞読んでるやつよく見る。実は一番感染に金かからんスポーツの一つよな。それはある。かけなきゃ入場料安いし飲食もサッカーや野球場よりも市中価格に近い。たまにほんまに競馬自体に興味なくて内馬場で遊んでるだけのファミリーおるよな。近所なら公園感覚で来られるんやろな。うらやましいわ。 G1 ファンファーレで本性を表す女。Y の嫁ゲーセン通ってたから G1 のファンファーレではしゃぎまくってた。彼女がおいおい民だったら？彼女どころか知り合いでも引くわ。嫁と競馬競艇競輪王と言ったけどリピートしたのは競馬だけや。なお土日にグリチャつけてると文句言われる模様。Y の近くの競馬場最近若いやつ増えてきて異世界に来た感ある。浦和に行ったらあんなとこにすらカップルおったわ。競馬場行くとワイシャツ背広みたいな人が一定数おるけどあの人たち仕事中に来てるんやろうか。90年代くらいならフォーマルな格好が私服やったんやろうけど今時そんな格好で遊びに来る？それ大体馬主とか関係者やその辺はドレスコードがある席の住人。土曜に初めて東京競馬場行ったけど想像以上にバカでかいのとめっちゃ綺麗なのな。客層もファミリーいたり思ってたイメージと全然違ったわ。これこのギャップも競馬場デートの醍醐味。今は東京競馬場なんざゴミもあんまり目立たんようになっとるからな。こんな工場兼デートでも女を落とせない男なんざオスとして無能を晒しとるで。現地行くと買わないつもりだったレースも買うってよく聞くけど逆に現地行くと馬券あんまり買わないのはいだけやろうか。結局全部よく見えるから最初から決めてたメインの馬券だけしか買わんかったりするわ。買うレース事前に全部決めて予想立てておいてから現地でのんびり大馬さん眺めて豆券片手にはいって楽しんでるわ。ちょっとしたお祭り感覚。競馬場デート一度でいいからしてみたいけど実際問題デートスポットとしてみるとナイターやってる難関中央競馬だからなぁ。府中と大井は内装綺麗だし飯もうまいしベンチ多いから女性連れて行っても大丈夫だな。中山はそもそもベンチ少なすぎて嫌がる。ちょうど福島競馬場の開幕日だから寄ってみたけど家族連れが多かったね。あとはパドックで女性の人がみんな馬パシャパシャしてるのが印象的やった。今日はオラキおったしなおさらや。完成、どごう。浦和競馬微妙な書き方されてるけど本場開催時の過ごしやすさはダントツだぞ。難関で一番濃いのは船橋場外。 G1 やってる人それ以外では人の数が段違いなんだからやはり現地観戦は土曜に行くのが正義よ。大馬さんかわいい、になるか。こいつギャンブル中毒やんけ、になるか微妙なところやな。これも一種の賭けや。結婚前に金の管理がしっかりできるか、ギャンブルにのめり込まないかテスト。できる優秀なリトマス試験紙やぞ。二人揃ってハマったらギャン中になった時ストッパーがおらんくなるリスクはあるな。二度と行かないって言われてそれ以来行ってない。趣味の押し付けはあかんって思いました。コナミカン。デート、嫁、子供クソが。デート以前に我が家のサイヤーラインが途切れそうなんだが、誰か繁殖相手を用意してくれないかな。
中京競馬場は場内にアスレチックとかミストや小山とかあるし、幼児用の場外公園も、あるから子供連れ多かったよ。ほとんどレース見れずに公園に連れ込まれてるパパの姿もたくさんあったけど、昔も確か公園あったけど、今はもっと綺麗でちゃんと公園してる。何歳の頃の話か知らんが有馬記念の時に連れて行かれて、膨らませる遊具ではしゃぎ、回ってたらしい。トップガンやローレルぐらいの時やろな。シルクジャスティスぐらい。だったら記憶残ってそうやし。まあ、いつ見ても外を走り回る子供おるし、ポニーおるし、ジェンテルの時は、行けー、ジェンテル。って叫んでた子供おったし家族というか子供は楽しめる。かもしれへんな。府中か新潟限定やろ。レース時間短く感じるのは他場に手を出したり色々してるからやぞ。初心者は他場まで考えられないし、そうなると1時間に1回、2分前後のレース見るだけだから、めっちゃ暇になるわ。子供の頃に親に連れて行ってもらった時はくっそ暇だったし、それと同じ感じになるやろ。競馬初めての人がこのレースはこういうコースでこういう馬が出て、ってこと調べよったら多分30分とか一瞬じゃなかろうか。馬を見るならパドックでも楽しめるし。Y の嫁との初デートはマリアライトの宝塚記念や。数千円じゃなくても数百円でもええやん。競馬場の入場料が他のスポーツに比べて格段に安い。馬券購入は別として。Y、府中が広すぎて未だに昼食に迷う。デートだとパドックは馬を近くで見れるからレースよりも楽しかったりする。日曜の新潟競馬人多すぎてビビったけど新潟にランブル以外まともな娯楽ないんだったわ。コロナ前の中京の G1 とか東海のギャンブル民全員集まっとるんやないかってくらい人入ってたしな。府中中山大井は割と家族連れ多いで。土曜のちょっと空いてる競馬場好き。船橋も隣にララポートあるせいかファミリー多いぞ。まあ最近は子連れだったりカップルも多いからないと思う。ワイは一人やが。俺はデートで川崎競馬によく行ったよ。レース終わったらソープ街突き抜けて歩いて川崎駅周辺の銀流街で飲みに行った。それが今の奥さん職業は中学校の国語教師。馬近くで見れるのは多いけどね。一人で酒飲みながらなら多い最高だわ。多いのダイヤモンドターンはカップル多いよね。綺麗だしバーとかついてるし、おデートには最高なんじゃない。行けばわかるが、多いは仕事終わりの比較的若いサラリーマンとか若いカップル。夫婦とかが本当に多いよ土地柄ってのがあるけどあそこはいいよ。中山のカオスな感じと比べるといろんな意味でいいよな。イルミネーションも綺麗やし、